本校ではフィリピンの行政区画の一つである市について解説する。フィリピンの都市はフィリピンの地方自治体のユニットの一つ。すべてのフィリピンの市は検証市であり、その集団や行政機関としての存在は1991年フィリピン地方自治体綱領とその行政構造や権限を制定している市験証によってその地位が管理されている。 2015年12月までに145の市が存在し2019年9月7日、現在146の都市がある。25万人以上の市からはフィリピン大議会へ数と以上の議員を排出できる。市は公員を使うことができる。また、は、企業体として、その一般的な利益のために不動産及び個人資産を取得、購入、受領、保有、 リース、運搬、処分、あるいは公共使用のために私有財産を収容する、契約及びそれらを契約する権限を有する。法令によってのみ試験証を作成、修正でき、またこの試験証で、議会は一般自治体に与えられていない、一定の権限を市に与える。各都市に与えられた権限の違いに関わらず、地位に関係なくすべての都市は、 一般自治体と比較して高い配分の内国歳入割当て金を与えられ、そして一般自治体より高度な自治を与えられる。一般選挙で選ばれた市長によって市は運営される。副市長は市の立法機関としての役割を果たす都市評議会の議長を務める。彼らの宣言を受け取るとともに、都市はより良い構成員として使えるために執行部門の全員を受理する。 市政運営の必要に応じて、いくつかの部署が個別に設置される。出典1991年地方自治体法都市や、町には、バランガイと呼ばれる区分がある。バランガイは、公式に定義された行政区にまとめられることもある。例として、マニラの16区、ダバオの11区、いろいろの7区、そして、サマルの3区などがある。カローマニラ、 火災など一部の都市には、ゾーンと呼ばれる区画とバラン街の中間に位置する行政区画がある。しかしながら、行政地区とゾーンは、政治単位ではなく、これら都市で決められた行政レベルから選出される、市職員はいない。それらは、都市計画や、統計の収集などを簡単かつ便利にするためだけに、役立てられる。都市は、 過去4年の都市の平均年収に基づいて分類される。2008年7月28日より、都市の所得の基準は以下の通り。1991年の地方自治体法は、すべての都市を3つの法的カテゴリーのいずれかに分類します。フィリピンには38の独立した都市があり、それらは、すべて、高度に都市化された都市、または、 独立した構成都市のいずれかに分類されます。法律、行政、財政の観点から都市がそのように分類されると以下の通り現在、州の役人の選挙にまだ参加できる独立した都市は4つしかありません。コタバとオルモック、サンティアゴの都市の登録有権者、および将来変換、または作成される都市を含む他のすべての高度に都市化された都市は、 州選挙に参加する資格がありません。いくつかの独立した都市が地方選挙で投票する資格に加えて、州からの独立した都市の完全な自治に関するいくつかの他の状況が混乱の原因になります。厚生都市は通常の自治体と比較していくつかの問題で相対的な自律性を享受しながら、依然として州の一部とみなされます。ただし、 混乱の原因がいくつかあります。議会は都市を組み込むことができる唯一の立法機関です。州及び市議会は都市になるための要件が満たされた後、特定の地域が都市宣言することを示す決議を可決できる。リパブリックアクトナンバー9009により、これらの要件には以下が含まれます。議会のメンバーは都市を返還。 または作成する法律を起草します。法案が会員と上院の両方を通過し、議会法になった後、大統領は法律に署名します。法律が30日後に署名されない場合、大統領の署名がなくても法律になります。1983年以前の都市の創設は、国会の裁量のみで行われました。承認された都市検証以外に、 都市ステータスを達成するための要件はありませんでした。ボトスパンバンサバイラン337が法律になる前に都市を組み込むために収入、人口、または土地の要件を満たす必要はありませんでした。これにより、タンブ部やカンラオンなどのいくつかの現在の都市は人口が少なく現在の基準を満たしていない地元で生み出された収入にもかかわらず、 そのようなステータスを付与することができました。1992年から2001年の間、比較的低所得の標準等も許可いくつかの自治体、セポライト、ムニョスは、現在多くローカル所得基準を満たすことができないにも、かかわらず、都市になっている。1987年以前は、住民が都市検証を批准するために行われた住民投票なしに、 多くの都市が作られました。最も顕著なのは、アメリカ植民地時代初期及び、連邦時代に設立された都市ですのようなカビテシティ、ダンセラン、いろいろ市、バコロド、サンパブロとサンボアンガ。1987年以来、憲法の下で、地方自治体の法的地位を変更するには変更の影響を受ける住民による批准が必要であることが義務付けられています。 したがって、1987年以降に作成されたすべての都市は、1991年の地方自治体法と2001年の共和国法9009で定められた都市制の要件を満たした後、投票権者の大多数が、それぞれの検証を承認した後にのみ企業ステータスを取得。初期の都市のいくつかは有利な場所、または戦略的な場所、 または特に人口の密集した地域に新しい政府センターを設立するためにチャーターを与えられましたが、ほとんどのフィリピンの都市はもともと主に都市である地域に局地的な市民政府の形態を提供するために組み込まれ、そのコンパクトな性質と異なる人口統計及び地方経済のため、より地方志向の州では必ずしもより効率的に処理することはできない。ただし、 すべての都市が純粋な都市居住区であるわけではありません。今までのところ、将来の資源ニーズの増加と都市の拡大、及び戦略的考慮に意図的に組み込まれたため、コルバイオグ、ダバオ、プエルト・プリンセッサ、ザンボアンガなどの農村部や荒野地域とかなりの、人市人口の巨大な広がりを持つ都市がまだあります。1991年の地方自治体法の制定により、 地方自治体の問題に対処するための自治体と都市の両方の権限が強化されました。通常の自治体は現在、チャーターした都市と同じ権限と責任の多くを共有していますが、その市民やリーダーは内部収益配分の大きなシェアを獲得し、追加の権限を取得することが彼らの最善の利益であると感じるかもしれません。特に人口が大幅に増加し、 地域経済がより強固になった一方、都市化後に課される固定資産税の引き上げにより、多くの市民は市町村がすでに高度な都市化を達成し、すでに年収があったとしても、町が都市に変わることを警戒、既存の多くの低所得都市のそれを超えています。これは、マニラ首都圏を取り巻く多くの高所得で人口の多い市町村、特にバコールとダスマリニアスの都市部の入札に対して、 行われたケースの一つです。1991年に地方自治体法が制定されて以来、市に転用される自治体の数が急速に増加したことを受けて、アキリノピメンテル上院議員は、より適切なベンチマークを確立するために2001年6月に、共和国法9009都市になりたいと思った自治体を測定した。所得要件が適切に都市として機能することが、 できるように十分に開発された経済的に都市化になっていないと認識、またはされた自治体の都市への返還の相次ぐを抑制するための入札でおくをする万から大幅に増加しました。RA9009 の通過にもかかわらず、2007年に16の地方自治体で必要な収入を満たしていない自治体も所得要件の免除を求めて都市に返還されました。これは これらの市町村の都市に反対するフィリピン都市連盟からの生命的な反対につながり連盟はこれらの市町村を都市にすることにより他の人が同じことを求めるのを妨げない危険な宣令を設定するだろうと主張した特別扱いによるさらに重要なことは LCP は都市になるための r a 9 0 0によって設定された要件を満たしていない町の転換の最近の 急増により、より多くの都市が割り当てられた量を共有しなければ、ならないため、既存の都市が受け取る割り当ては、劇的に減少するだけだと主張した。これは、IRA の23%に相当する、中央政府によるものであり、IRA は、内国歳入局が徴収するすべての収入の40%に相当します。結果として生じた法的争いにより、 2010年8月に最高裁判所によって16の自治体の都市検証が無効になりました。長年にわたって一般的な有効性と都市特有の法律の通過の結果として地方選挙の資格に関する都市の地位の変化の例がありました。1979年より前はすべての都市は公認都市とみなされていましたが収入レベルとは別に公式のカテゴリーはありません。 チャーターされた都市は、それらが作成された州から独立しているとみなされましたが、住民が州の役人に投票する資格は、それぞれのチャーターによって決定されました。地方問題への参加に関して、3種類の都市検証がありました。ティブス等に関する1951年の最高裁判所の判決で、選挙委員会は、最終的にこのような検証を持つ都市の住民が、 州選挙に参加する資格がないことを確認することにより、都市の第三のカテゴリーを取り巻く曖昧さを解決しました。市の選挙に参加する都市住民の権利を変更することは国会でのみ決定される権限でした。1979年以前は、この力は7つのケースで行使され、合計6つの都市に影響を与えていました。 1979年12月22日に承認されたボトスパンバンサバイラン51は2つの法的カテゴリーの都市高度都市化都市と構成都市を導入しました。カムレック前に BP51 の規定を実施するために発行された決議第1421、1980年1月30日の地方選挙では20都市の合計は 地方公務員の選挙に参加することを許されなかったと述べている7のこれらは高度に都市化され残りの13は厚生都市でした。1983年2月10日に承認されたボトス・パン・バン・サバ・アイラン337は都市を高度に都市化された都市として分類できる基準をさらに改良しました。BP337 少なくとも15万人の 住民を持っていた都市との下で、少なくとも万の収入は、要件を満たした都市の30日以内に、非常に、地方政府の大臣が都市化と宣言されることになっていました。アンヘルス、バコロド、ブトゥアン、カガヤンデオロ、いろいろイリガン、オロンガポ、1983、およびザンボアンガガこの方法でハックになりました。これらの都市のほとんどの住民は、終選挙に、 初めて参加する権利を失いました。二つの例外は1959年に RA2259 のセクションにより、州の役人に投票する権利をすでに奪われていた、いろいろ市と都市検証セクション47によるサンボ案ガ子の通りです。1985年12月3日に承認された、ボトスパンバンサバイラン881のセクション30により、 次のように規定されています。それぞれの検証が別段の定めをしない限り、厚生都市の選挙人は選挙で投票する権利があります。それが含まれる州の州の役人のために、したがって、この規定は、ティブス等に関する1951年の最高裁判所の決定を無効にします。選挙の委員会は、地方自治体の選挙に、 再び参加する権利を州の役人に選出する問題について検証が沈黙している厚生都市の有権者に提供することにより BP881 インフランチェイズドベスト混乱及びオザミスが再び都市に。コタバ都市の検証は州の役人を選出することについて沈黙しているにもかかわらずこの市は古い分割されていない。 小束と州の後継州の一部となるために法制化されていませんでした。したがって、市の有権者は、マギンダナを、または北小バとのいずれかの州選挙で投票する資格がまだなかったため、どの州からも独立したままでした。新憲法の批准から1991年の地方自治体法の発行までの期間は移行期の一つでした。この間、BP51、 BP337 及び BP881 は依然として有効でした。この期間中の都市の唯一の合法的なクラスは依然として高度に都市化された都市及び厚生都市でした。市の住民が州選挙に参加する権利を変更することはこの期間に新しく復元された議会によって再び行使されました。合計3つの都市が影響を受けました。 共和国法ナンバー6641、6726及び6843は、マンダウェオロキエタ3の住民を再び許可しました。カルロスは、それぞれセブ、ミサミス・オクシデンタル及びパンガシナンの州の役人に投票します。BP51 は、当時まだ有効であったため、この変更は、法的カテゴリー間の切り替えとはみなされなかった。 公正都市分類は国民投票を必要としませんでした。独立公正都市の法的分類は1992年に地方自治体法によってのみ導入されたことに注意。BP337 で設定された同じ基準の下でサントス将軍、ルセナ、マンダウェの合計3つの都市が高度に都市化されました。ルセナとマンダウェは 憲法の批准後から1991年地方自治体法の施行前にハックステータスへの再分類が行われたため特別なケースでした。居住者はそれぞれの検証に従って州の役人の選挙に引き続き参加することが許可されました。LGC の 452C サントス将軍の居住者は1968年に都市化を達成して以来 南小束との地方当局者の投票からすでに除外されていました。従って、彼らはこの免除の影響を受けません。1991年の地方自治体法は1992年1月1日に発行し、それ以来、いくつかの修正が行われましたが、引き続き有効です。都市を作成し、都市を高度に都市化されたステータスに、 アップグレードするための新しい要件がこの法律に基づいて制定されました。1991年の LGEC は独立公正都市カテゴリーが導入された最初の都市でもありました。これらの都市は都市住民が州の選挙で投票することを明確に禁止している都市化されていない都市。最終的に財政的、行政的、法的観点から 州から完全に独立。アップグレード独立した自治体から高度に都市化された都市1975年にブラカン州とリサール州から切り離され独立したユニットを作ったマニラ首都圏の自治体は1994年にマンダルヨンで始まり高度に都市化された都市に変換されました。最新のナバタスは2007年にハックになりました。 現在20万人の人口の人口要件を満たしていないパトリスのみがマニラ首都圏で唯一の独立自治体です。厚生都市から独立した厚生都市必要なのは厚生都市の検証の議会改正であり、市の住民が州の役人に投票することを禁止しています。これまでのところこの方法でアップグレードされた都市はありません。厚生 独立構成都市から高度に都市化された都市認定として1992年以来かつて都市20万人の人口に達するフィリピン統計局市の会計によって認定として万の収入、非政府はにリクエストを提出することができフィリピンの大統領は30日以内に都市が高度に都市化されたと宣言されるようにします大統領の宣言によりこの転換を批准するために 特定の期間内に国民投票が行われます。以前の試みが失敗した場合、厚生都市が高度に都市化された都市になることを試みることができる回数に制限はありません。ダウングレード高度に都市化された都市から厚生都市へックを厚生都市として再分類するには関連する都市の検証を修正するだけでなく、地方自治体法も含まれる可能性があります。 現在、LGC にはこれを許可する規定も前例もないためです。セブ市の一部の政治家は、セブ州の提案された分割であるサグブアックに対して、より多くの票をもたらすために、州の管理下に都市を持ち帰ることを望んでいることを以前に示しました。市の住民が、州の役人に投票できるようにする都市憲章の議会改正が必要であり、その後に国民投票が続きます。 独立した構成都市としてのサンティアゴの地位は、1998年2月14日に共和国法8528が制定され、それを通常の構成都市にしようとした後、簡単に問題になりました。しかし、1999年9月16日の最高裁判所は、市の地位のこのような変更には、他のあらゆる政治単位の協会の合併、分割、 廃止、または変更と同様に国民投票が必要であると主張した市長を支持しました。そして、そのような変化を支持する国民投票者の認識欠如のため、RA8528 は憲法違反となる。フィリピン都市連盟は非営利団体であり、政府機関ではありません。143都市のメンバーシップを持ち、1988年に設立されました。 この組織は、ガバナンスと地方自治を改善し、環境の保全や公共事業の改善などの問題に取り組むための取り組みを調整するために設立された。2015年12月12日現在、フィリピンには145の市が存在した。2015年12月12日に、カビテ州のヘネラルトリアスが新しく、市に昇格。2019年9月7日現在、 フィリピンには146の都市があります。サントトーマス内はタンガスは開催国民投票を経て2019年に9月7日、批准の承認を得た最新の都市であるリーグオブ16と法的戦いフィリピン最高裁判所は2008年11月18日に6から5の非常に分かれた投票により2009年5月6日に最終的に支持され、 16の自治体を都市に変換する意見都市法を宣言しました。6及び10、フィリピン憲法第 X 条、アントニオ・ティ・カルピオ判事の24ページの判決は、以下の司法が病に違反していると判断しました。しかし、1年以上後の2009年12月22日に、いわゆる16都市連盟の訴えに基づいて、最高裁判所は逆転しました。1日の終わりに、 修正法の通過は法律の制定とは異なりません。前述の基準からの特定の政治的区分により、議会は免除される法律を制定する際に、すでに成分化された指標を事実上減少させた。このように、16の L 字の都市の地位は効果的に回復しました。2010年8月24日、16ページの決議で、 最高裁判所は2008年11月18日に都市法を取り下げた判決を回復し、16の L 字を通常の自治体の地位に再び減らしました。リーグオブ16を取り巻く法的闘争の最新の進展は2011年2月15日でした。7から6の投票で最高裁判所は2007年に都市になった16の 町が都市として滞在できると採定しました。SC がこの事件について採定したのは4回目であり、3回目の逆転です。16の町の都市への転換は、すべての法的要件を満たしたと述べた。Note, Dissection Only Lists are Temps, That Reached the Stage Where, A Republic Act Was Inacted. For the purpose of achieving Stifto, node, this section only lists name changes made upon or, since Stifto. ありがとうございます。